みんなこの7年間よく頑張ってきた。だがこれからの修行が本番だ。気を抜くでないぞ。それでは卒業証書を授与する。ネギ・スプリングフィールド君。はい。ねえネギ、なんて書いてあった？私はロンドンで占い師だって。あなたの修行の地は？ねえ、どこだったの？うん、今浮かび上がるところ。え、何？どうしたの？うん、日本で、先生をやること。魔法先生ネギマン。そんなわけで僕はここマホラ学園中等部で先生をやることになったんだけど。すっごくかわいい色でね、いっぱいあったのよ。この人たちが僕がこれから教えることになる生徒たちか。はい、静かに。あなたたちの新しい先生よ。じゃ、ネギくんよろしくね。あ、はい。僕、今日からこの学校で魔法、いや、英語を教えることになりました。ネギ・スプリングフィールドです。三学期の間だけですけど、よろしくお願いします。こうして始まった僕の学園生活。今日は僕が受け持つことになったこの賑やかな2年 A 組の人たちを紹介したいと思います。まずはバカレンジャーの皆さんから。最初は神楽坂。誰がバカレンジャーよ。マホラ学園2年 A 組8番神楽坂アスナ。4月21日生まれ。血液型は B 型。好きなもの？その高畑先生かな。嫌いなものはガキンチョ。特にすぐ近くにいる誰かさんとかね。乱暴者だってみんな言うけど、心の優しい超可愛い女の子なんだから。みんなよろしくね。マホラ学園2年 A 組16番佐々木真希恵。3月7日生まれ O 型。好きなものは可愛いもの。特にネギくん大好き。本当に可愛い。嫌いなものは納豆とかヌルヌルしたのが苦手かな。クラブは新体操部。特技はリボンを使って遠くのものをつかむこと。みんな今後とも巻き絵をよろしく。マホラ学園2年 A 組4番綾瀬ゆえ。11月16日血液型 AB。 好きなものは読書、児童文学研究会、哲学研究会、あと図書館探検部に入ってる。図書館探検部って何かって？それは後のお楽しみ。マホラ学園2年 A 組12番クーフェイアル。3月16日生まれ。血液型は A。 好きなものは修行。とにかく技を磨くことが生きがいあるね。所属はもちろん中国武術研究会。腕に覚えのあるやつはいつでもかかってくるある。あっと、そろそろ肉まんが蒸し上がってくるあるね。それじゃあみんなよろしくある。マホラ学園2年 A 組20番永瀬楓。11月12日生まれ O 型。所属は散歩部。え、忍者？拙者には関係ないでござるよ。山で見かけたって？お主、生かしておくわけにはいかぬでござるな。以上、バカレンジャーの皆さんでした。だからバカレンジャーって言うな！というわけで、この続きは、私を忘れてはいませんこと？
マホラ学園2年 A 組29番クラス委員長の雪広彩香とは私のことですわ。7月5日生まれ、血液型は O 型、可動部と乗馬部に所属しております。好きなものはとにかく美しいもの、野に咲く一輪の花のような、そして純真無垢な、そうネギ、とにかくよろしくお願いいたしますわ。何よあんた、というわけで今度こそ終わりです。いいでしょ。それでは皆さん、またねー。